はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルうぶ主のピヨタです。さあ今回も東方一層決やっていきましょう。お久しぶりでございます。はい、現在自身もねちょっと元気がない状態ではございますが、間を空けすぎるとあれなのでね、すでにかなり空いておりますが、実況を撮っていきたいと思います。今回やっていくのはこちらのね、氷床の軋み道中です。ということでね、雑談パートです。久しぶりにやってのさらにの雑談パートとなります。適当なことしか喋りませんのでご了承ください。パーティーはこんな感じ。まあパーティーのコンセプトも何もないです。普段使っていないキャラクター、また昔使っていたけれどもなーキャラクター、まあつまりは最近は使用率が低いキャラクターをね入れてみました。まあそうですね、まゆみさん上等宮なんだ。へえ、知らなかった。まゆみってね、ずっと魔球だと思ってたらまゆみだったという。はい、こちらと、もみじさん犬走りもみじさん、別のねタイプはこの間出てきましたね、あの粘属性ので。こちらおりんちゃん、水着のおりんちゃんですね。初期は本家ともどもねかなり使っていたキャラクターではありますが、まあ他のキャラが強いから飲まれた感じですね。ルイズさん、ちょっとね闇の商人っぽいよねこの糸目はい、でこちらルナサーちゃん、まああまり使われてはいないキャラクターのうちの一人ね。もうアイテムを見てもタイタンハンマー、レアシールド、マイティシンボルいつから変えてないんだっていうレベルですけれどもね。あとはテイ、こんな感じ。もうなんかちっちゃく見えますよね、全体的に足折ってるからね。とあと誰だった、あーなるほど、姫さん、かぐやさんですね。いやー、淑女感がすごいです。画像がね、3種類ございます。で、あとは、聖者さんですね。鬼人聖者。いやー、毎回毎回ね、僕は聖者さんを使うときはね、サムネを逆転させるということをやりますが、今回は多分サムネにはならないでしょう。悲しいことにね。さあ、ってことでやっていきましょう。表彰の騎士難易度ルナティック、ルナティックスタートです。はい、ということで雑談パートとなります。キャラクターに関してのことはあまり喋らないということになりますね。ていうかもうこのゲーム関係ないことばっかりね喋りますのでご了承ください。まあ最近動画を投稿できていなくてね、本当に申し訳ございません。簡単に言うと疲れて寝てます一言で簡単に言うとね、もう撮る元気もないぐらい疲れて寝てます。現在もね、まあちょっとこの現在日曜日投稿本投稿してるね、日の、夜中の1時過ぎに撮ってるんですけれども、今日帰ってきたのが11時とかでね、勤務時間が12時間というえげつないことにね、なっております普段のね、寝て、もう元気が有り余ってる時の体力、元気をね、100だとした場合、今8ぐらいですね。死にそう。というね、状況ってございまして、なかなか、そもそも動画を投稿するうぬんの前に撮る元気がね、出てこなくなってきてしまっているということになります。ですけれどもね、サボってしまうと、その分やっぱり、まあなんて言えばいいんですかね、サボり癖がある人なので僕自身は、そういうのを分かっているからこそ逆にね、粉くそと気合を入れてやっていこうかなと思います。とりあえずやれる限りは頑張ります無理な場合はね、多分僕は床に伏してます。死んでる感じというか、地味にキャラクターの強化が甘すぎてさ、もう何にもできてないのやばくないこれ。裏の方が弱すぎる。まあいいや、とりあえず
そういうことで、最近動画投稿ができておりません。もうなるべく週1でもいいのでね、頑張って撮っていきたいと思いますので、気長にお待ちください。投稿ペースが下がることによってね、もう本当に投稿ペースが下がる、ステージの進み具合が遅くなるといったね、連鎖が起こってしまいますが、まあ立ち止まるよりかはまあいいんじゃないかなということでね、まあ細々とゆっくりやっていきたいと思います。はい、あとはね、あの休みの日を使って一気に取りだめをしておくかのね感じです。はい、そんな感じです。ここ2日間のね、合計勤務時間が24時間を超えるというすごいハードワークをねやってきたので、今現在もう何言ってんのかどうかはもうね覚えてなさそうなレベルで喋り通してますし、でもねやっぱりこう実況を撮るっていう風になるとね楽しいですねスイッチが入るとねやっぱり楽しいですよね。こういう風な感じで、まあ細々とではありますけれどもね、趣味の一環として続けられたらいいなと思ってます。これからもね応援よろしくお願いいたします。さあ、そう喋っている間にも敵は残り5体、というかやっぱり火力がなさすぎてやばくないっていう、誰が強いかな。おりんちゃんが一番火力はあるのかな。そうですね、聖者さんとおりんちゃん、この2人が多分火力があると思う。さあ、とりあえず貫通攻撃をやりつつ、まあそうですね、とりあえず、もう一回話を繰り返すようにはなりますけれども、細々とね週1でなるべく日曜日には投稿したいなと思っております。本当に元気が余っている場合は火曜木曜日に上がる可能性もございますが、期待値はかなり低めに見積もっておいてくださるとと思います。なるべくね投稿はしたいなとは思いますが、それで体調を崩してもなんですので、そこはできたらという、本当にふんわかね、ほんわかしたような感じの、ふんわりふんわりしてるぐらいに、受け止めてもらうとと思います。そんな感じですかね。本当に期間空いてしまい申し訳ございませんでした。コメント自身はね、読んでおりますので、これからもねバシバシ、もうおすすめのキャラクターでもいいですし、もう頑張ってくださいでもいいですし、声が気持ち悪いでもまだいいです、なんかコメントください まあ声が気持ち悪いって言われたらね、基本的にはそうですね、我慢してくださいとしか返せないんですけれども、日常生活でもね、どんな声かって言われると、なんかねアナウンサーっぽい声って言われる以外なんか声を褒められないんですよね。イケボですとか言われない、アナウンサーみたいってなかなか言われないですよ。そう、なんかちょっと反応に困りますよね、アナウンサー。はい、そう言っている間にクリアとなりました。ステージクリアがシルバーエッグが9個で、ブロンズエッグと神秘の霊衆クリアです。うわー疲れた。お久しぶりではありますけれどもね、疲れた。さあ、残照の清流が解放されました。水と光、なるほど、光で清流ね。こちらの佐渡の二つ岩のね真水尾さんもできていませんし、まあどちらかを次回はやっていきたいですね。あとは今回使っていたパーティー、まあまだかなりね強化状態も甘く弱いですけれども、このうちのね一人だけでもいいので救い出してパーティーに組み込んでね行きたいなとは思いますよね。そういうことができたらかなりいいんじゃないかな。聖者さんとか普通に使えますしね。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。細々とですが頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。それじゃあ、じゃあね。